おはようございます。プレイステーション4版 Life is Strange パート4回目と喋ってるなんか、かイライラしてるの。おばん、何か困おって姉まさん、す？ちょっと。まあね、もうバスは来たのかしら。あれ？ネットの時刻表が使えないの。今来たぞ。私はスクールバスで来たばかあ、りそでういうすことけか。ど、路線バスも止まるはずですよ。ああ、ほっとしたわ。この面接には遅れたくないの。バスでニューポートまで行かなきゃ、再就職の口もないなんてね。景気悪いんですか？いいように見える？ここじゃ家賃も稼げないわ。うまくいくといいですね。ありがとう。頑張るわ。いや、こういう会話をや知らないめ人だっててるできる。暇はねえ。俺は億万長者だぞ。この宝くじが見えねえか？バスが来たら換金しに行くんだよ。セーバーはすぎ。ビラがたくさんある。誰も読まないのが悲しい。おはようございます。いつでも寮に行けそうな格好ですね。そいつは無理な話だ。この町はもう昔のように魚が取れねえ。そんなに変わったんですか？すっかり変わり果てちまったよ。俺が町一番の漁師だったのは大昔の話だ。今でも腕は良さそうですけど。昔は魚の方から船に飛び込んできたもんさ。プレスコット家が港の権利を買い取るまではな。この町はプレスコット家のもの同然。そのうち町の名前もプレスコットベイに変えられちまうかもな。学校も同じ状況。ああいう連中は学校や図書館を作って尊敬を集めるんだ。気を落としても仕方ねえ。魚たちがバリハイを呼んでいる。老漁師は死なず、ただ生臭いのみって言うだ何ろそれ、初めて聞いたう。もっわ。といろいろ聞きたいけど、急いでるので、たくさん釣れますように。ありがとな、嬢ちゃん。みたいな、こうね。あ、送れるんか。美味しい朝食の匂いと、フォークやナイフのカチャカチャ言う音。取れば。取れば。よう、マックス。そういえば、寮で俺のこと見たって？デーナの部屋から出てくるとこ見ちゃっ何それ。さっき、ジャスティンにも言ったんだ。こいつもデーナを狙ってたから。ジャスティンの反応は？すげえ怒ってたけど、大丈夫。隠し通すことも無理だしさ。じゃあ、また授業で。ジャス何してるの？授業サボってスケボー行く前のコーヒーブレイク。マックスこそ写真撮らないのか？写真ならいつでも撮ってるよ。私自身がカメラだもん。何それ、ウケるね。でも俺、笑いの沸点超低いからな。ちゃんと学校に行きなよ。そっちこそ宿題やったのか？ああ言えばこういう。そういえば、トレバーとデーナの件は知ってるの？付き合ってるってトレバーから聞いたよ。マジ？ぼーっとしてる間に先越されたってわけ。じゃあな、マックス。じゃあ。警官。すみません。やあ、お嬢さん。何か困りごとかい？何を食べようか。何を食べようか迷ってるだけです。ああ、ジョイスの店はどれもうまいからね。俺も悩むよ。パンプキンパイかマカロニチーズか。黒いチョイス。おばさんと親しいんですか？ジョイスの料理は最高だ。署の連中もよく来る。みんなここが好きなんだ。彼女は俺たちのおふくろだな。クロエを知ってるんですか？署じゃクロエは有名だからな。ジョイスも気の毒に。どうやら部あ屋に売人まで連れ込んだらしい。え、誰からそれを？通報があったわけじゃない。ジョイスはクロエの友達が持ってたと言ってたが、どうかな。その友達の名前は？言わないんだ。別にそいつを逮捕するつもりもないんだが、ただクロエに二度と近づかないよう脅す。って冗談さ。それにクロエにはデイビッドがついてる。君は友達なのか？そうです。
手のかかる子だろう。時々でも困った時は助けてくれる優しい子です。いい友達のようだな。ジョイスにとってもいい娘であってほしいものだが、うん、デイビッド・マドセンと親しいんですか？ただの知り合いだが、なぜそんなことを聞く？ある意味学校では有名人なので。彼は立派な男だ。軍の経験もある。高校の警備員はデイビッドにとってぴったりな仕事さ。そうなんか。誰もが警官になれるわけじゃないしね。もう行かなきゃ。朝食をごゆっくり。ぴったり。そんなあれか。外の RV 車には近づかないようにしなさい。見るからに怪しい車には近寄らないようにしてます。賢明だな。中に住んでるフランクって男は要注意人物だ。詳しくは言えんが。さて、これを飲んだら仕事に行くよ。 RV 車あれかな、なんつうのかな、ワゴンみたいな感じのやつ。屋台っつうかなんかフランクフルト屋さん、いやホットドッグ屋さんとかでありそうだね。パンケーキ、移動パンケーキとか、移動料理屋さん、そうかな。あんまり、うまいこと。久しぶりだね。言われへんけど。いかに綺麗になって、元気にしてたかい、マックス。おばさん、また会えて嬉しい。変わらないね。ウェイトレスをやる以外、取り柄なんてないからね。今でも美人だって意味。口がうまいね。昔から利口だった。でも今はどうかな。うちで揉め事を起こしたって。昨日の話は全部デイビッドから聞いたよ。もっとちゃんと紹介したかったけど、いい人なんだよ、クロエが何と言おうとね。うん、分かってる。あれはもうほとんど事故みたいなものっていうか、自分でもバカだったと思ってる。残念だよ。あんたがいればクロエも落ち着くと思ってたのに。クロエなら大丈夫だよ。クロエとおばさんが大変だった時に電話もしなくてごめんなさい。今じゃ家族はシアトルで、私は街で一人ぼっち。罰が当たったね。謝ることはないよ。あんたは前に進んだのさ。ウィリアムが死んで私もそうした。でもクロエは今でも納得してない。とにかくまた顔を出しておくれ。あの子には友達が必要だ。ウィリアムおじさん亡くなったんだもんね。私も寂しいよ。ありがとう、マックス。思い出だけでも十分なんだよ。クロエはまだ分かってないけどね。クロエは変わった。クロエは分かってる。クロエは分かってるよ。ただ時間が必要なだけ。おばさんは大変だろうけど。どこまでやりゃ気が済むのか。大学、家出、タトゥー、ピアスに真っ青な髪。はあ、今は義理の父親に反抗してばかりだ。気持ちはわかるけど。そうかい。あの人はあんたが思うほど悪い人じゃない。それにあんたは自分の葉っぱだと言ったんだろう。違うかい。うん、反省してる。クロエも私もこれ以上のトラブルはごめんだし。あんなのそんな大した事件じゃないよ。でもあの子をかばってくれてありがとう。嬉しいよ。あ、知ってるんか。でもクロエも悪いんだよ。デイビッドは戦争でもう十分苦労した。彼なりにクロエや生徒たちのことを気にかけてるんだ。悪いやつかと思いきや、実は悪いやつではなくて、本当に自分の生徒たち、学校の生徒たち、娘、ビリのね、心配して、わかるよ。そういうことなのかな。クロエも喧嘩腰だったし。あの子は人をデイビッド怒らせる天才さ。でもきっとそのうち家族になれる。今は時間が必要なんだ。その通りかもね。さて、肝心なことを忘れてたね。注文は何にする？ベーコンオムレツ。ベーコンオムレツをずっと食べたかったの。すぐ持ってくるよ。メニューも値段以外は昔から変わってない。ベーコンオムレツ。ベーコンオムレツ入ったよ。
どういうこと？は、入った。美味しい朝食を待つ気分って最高。入ったよ。取りに行く感じか。持ってきてくれるのか。全てがデジャブみたいに感じる。これは過去？それとも今？おい、ビールとベーコン頼むよ。ここはダイナーだ。バーじゃない。酒ないのか？もう十分飲んだようだね。いつ見ても不思議な灯台。このまま時が止まればいいのに。今なら巻き戻すことはできるけど、時間を止めることはできない。うん、酒がないって一体どんな店だよ。注文だよ。お腹の鳴る音が響いてるよ。さあ、お食べ。来た来た。よだれが出そう。しかし大人になったもんだね。クロエの写真なんか見てると。あら、噂をすれば。感動の再会は済んだ。またただ飯を食べに来たのかい。あんたのツケだけで家が買えるよ。今日は私のおごりだから。昨日のお詫びのつもりかい。やめろよ。もうマックスを責めなくたっていいだろう。分かってるよ。マックスはいい子さ。いや、もう立派な大人だ。ママも軍曹も説教ばっか。嫌ならその呼び方をやめな。あんたはベーコン1枚で十分ね。二人とも変わらないね。こっちのベーコンでかそうやけどな。1枚はでも1枚か、やっぱり。なんだこのひどい曲。さて本題だけど、力のことを教えてくれよ。教えるも何も、あの巨大な竜巻を見た理由だってわかんないし。だからあれは夢だってば。それより実際に見せてよ。私だってよくわかんなくて。とにかくやってみてって。ほら。じゃあクロエのポケットの中身を全部言い当てるよ。投資までできるのか。何でもありだな。いいよ、やってみて。そうだな、銃とか。それは車の中。ブー、大外れ。それじゃ種明かしにポケットを見せてやるよ。え、まったく全然ダメじゃん。ちょっと信じてたのにさ。よし、一個ずつよく見て。パンがなくて黒いの持ち物を覚えなきゃ。タバコ7、シガレット、あ、銘柄じゃないのか。え、これいくら。あ、どれが1セント、あ、1セントって書いてあるんだ。4、5、6、6セントと5セント、5セント。ちょっと上のやつかな。上のホワイトハウス、ホワイトハウス5センツか。1、2、3、4、5、6、11セントとクォーター、86セント。10時34分 AM。 フランクリン、セフランクリン、これ覚え、ちょっと覚えられてる自信ないんやけど、大丈夫か。俺の記憶力試されるんだ。それじゃあポケットの中身を当ててみせるよ。オッケー、いつでもどうぞ。あ、車のキー。車のキー、簡単すぎるだろう。じゃあどんなキーホルダーだ。
パンダ。可愛いロボットパンダのキーホルダー。当たり、やるじゃん。結構悪運が強いんだな。他には？他にタバコ。ポケットにタバコを入れてるでしょ。そりゃそうだ。じゃあ本数はわかる？7本。7本ある。タバコの本数がわかる能力。面白い。すごいじゃん。他には何が入ってる？お金かな。そりゃいくらかはね。金額は86セント。86セント。どうだ、お金持ちだろ。やるな。次は。いやいや、駐車切符場所、駐車違反、時間かな。さすがだな。じゃあ、あれ、切符を切られた時刻は11時36とかあった気がするんだよ。いや全然違う。10時30分。午前10時34分。やるね、大当たりだ。おお。10時36分で覚えてた。マジかよ、首のあたりに鳥肌立ちまくったぞ。本当なんだな。クロエ、テーブルから物をどけなさい。はいはい。あ、ベーコン1枚じゃない、ちゃんとしっかりしたご飯。料理はどうだい？昔より美味しい。そりゃあよかったよ。餓死するとこだったよ。そうだね。にしてもさっきのはやばかった。もっと見せてよ、明らかに超能力って感じのさ。未来を予言してあげる。マジかよ。これから店の中で起きることを全部覚えておかなくちゃ。クロエをびっくりさせてやるんだ。またマグ終わったのかい。まったく、おかわりなしだよ。くそ、呼び出しのせいで朝飯はお預けだ。相棒はどこ行った。またやろう。叩くんじゃねえよ。喧嘩なら外でやりな。こいつが先に。知らないわよ。はい。トイレに入っていったな。さっきのゴミみてえな曲に比べたらずっとマシだ。このジュークボックスもついにガタが来たかね。何もたもたしてるんだ。よし。まっ、はい、では当ててみましょう。これから30秒くらいの間に起きる出来事を4つ予言してみせるね。おばさん、じゃあ警察、トラック運転手、トレバー、はい。トラックの運転手がマグを割って、おばさんが怒る。それで、その次は？警察官が無線。警察官に無線が入って、応答する。なるほど、それは見ないとな。ジャスティンとトレバーが、ジャスティンとトレバーが喧嘩しておばさんが止める。面白くなってきた。はい、無線警察のやつちょっと分からへんな。ゴキブリ。ゴキブリが歩き回ってジュークボックスが暴走する。ゴキブリかな。そんなバカな。とりあえずどうなるか見てみるか。そう。ゴキブリ、ジュークボックスあれ見てへんな、あんまり。またマグ終わったのかい。まったく、おかわりなしだよ。くそ、呼び出しのせいで朝飯はお預けだ。相棒はどこ行った。違ったね、マックス。喧嘩なら外でやりな。こいつが先に。知らないわよ。すごいな。違ったのか。それじゃあ戻すか。戻しましょう、戻しましょう。これから3、トラック運転手がマグを割る。トラックの運転、それで警察官が無線を無視する。警察官に無線が入って車に乗ってる相棒が、警察官どっか行ったんかな。なるほど。おばさんが喧嘩を止める。ジャスト、面白くな
ゴキブリジュークボックス。これはなんかゴキブリした、うろうろしたかな。多分合ってるはず。またマグ終わったのか。なんか視点が変わった。おかわりなしだよ。くそ、呼び出しのせいで朝飯はお預けだ。呼び出し。相棒はどこ行った。当たりだな。ガキが悪さでもしたか。このバカ野郎。いいっすね。喧嘩なら全部当たったからってことか。視点が視点というか。変わった。シワ喧嘩みたいだな。シンね。ジュークボックスのゴキブリまで当たった。偉大なるマックス様、お見それいたしました。この力はおもちゃじゃないんだよ。ちゃんと考えて。何言ってんだ。だってさ、誰かをぶん殴ったって時間を戻すだけでなかったことになる。はしゃぎすぎ。私にもいたずらしたんじゃ。何もしてないよ。まさか本当に時間を巻き戻せるなんて、いろいろ試さなきゃ。時間ないよ。マックスがそれ言う。ちょっと鼻血出てるよ。ほじりすぎた。おい大丈夫か。興奮しすぎたかも。クロエがあまりにも使いすぎたらこうなるのか。もっと見せてよ。いい場所があるんだ。私に任せなって。はいはい、わかりました。残ってんで、ちゃんとしっかり食べなあかんわ。いやもうなんか言ってることがおじさんやね。ちゃんと食べなあかんで。年老いるわ。今おしゃべりする気分じゃない。今おしゃべりする気分じゃない。大量の朝飯を腹に収めてるところに行こう。話は終わりだ。ごちそうさん、ごちそうさん、あちゃんとあれかお母さんに挨拶しなかった。すまん。準備はいい。早く行くよ。出なくていいよ。今はそんな場合じゃないだろう。ほら、ママに捕まる前に行かないと。同級生のケイトからだ。なんだよ。私には一度も電話しなかったくせ。毎日会う同級生には優しいんだな。よくわかったよ。電話に出ればいいじゃん。別の連中とつるむよ。電話に出た方がいいよ。ケイト、どうしたの？おい、私はほったらかしかよ。うんうん。うん、絶対に約束する。信じて。宿題でもやって気を楽に。今話してもしょうがないから、後で電話するよ。なんだよ。ケイトといる方がいいなら好きにしな。バカ言わないで。クロエと一緒にいるから。まあいい、行こうぜ。お前はでもな、お題を。私のせいでクロエとおばさん喧嘩してたな。しょうがないよな。このポストカードからは街の異常さはわからない。欲しいんだけど観光客っぽいよね。なんかあんのかな。キモい。レイチル。あ、ちょっと忘れていただいて。フラッシュビフォーピッシングオンフロー。いかにションベンをぶちまける前に流す。これ全部見る必要はないんやろな。うわ、やだ。このガム5年前からずっとここにあるんじゃない。なんか誰やろ。あ、あれか、あの車、ホットドッグ屋台みたいな、あの、移動販売車、なんていうのかな、とかでよく採用されてる感じ。キャンピングカーとは違うけど、みたいな。待ってってば。遅いぞ。なんかやるたびに怒られてる気がする。だったら、怒られるようなことしなきゃいい。さて、別荘へようこそ。いいとこだろ。大敗的だね。
クロエにぴったり。しかし親友と再会できた上超能力者になってるとは。すぐ元に戻るかも。だから今のうちに遊ぶ。ちょっと本気？昨日の今日で銃なんてもうたくさんだよ。そんなの持ち歩くのやめなって。信用しろよ。してるけど銃は嫌い。超能力者だろ、いちいちビビるなって。ただの実験道具だ。飲む？いらない。おこちゃまだな、全然変わってない。よしやるか。まず空き瓶を5本集めてよ。飲みながら並べて。危ないよ。大丈夫だって。空き瓶を5本な。よろしく。しょうがないな。ダメだ友達、ダメ、ダメとも。まあ、でも、まあ、こうなってしまったんや。原因がいろいろあるわけやからな。でもなんか、ちょっとしたことがきっかけで。思ったより重いかも。変わってしまうからな。若い時なんてなおのことやろな。瓶その1を発見。あと4本。ごめん座る。アメフト部が来てたんだ。瓶なんかないような気がする。空き瓶、空き瓶。ちょっと今見てはいけないもの見てしまったかもしれない。薬莢。薬莢？新しいみたいだけど。ショットガン。空薬莢か。ショットガンの空薬莢。注射針。なんでこんなとこに古い注射器が。あ、そういうことやな。錆びた金属に囲まれると落ち着く。なんて暗い？ゴスっぽい？こっちに行ってもしょうがない。瓶なんか5本。5本ってどういうの？瓶5本は結構ハードル高い気がするな。上か下か。俺下の方ばっか見ていく。次なんか乗ってるとかもあるのか。クロエとレイチェルの歴史が刻まれてる。で、並んでる。悲しくなるな。並んでればいいんやな。クロエのメイクじゃなさそう。うん。あ、ビアだった。見つけた。かくれんぼでもしてたの？これであと3本。まだまだ。きついな。死にたい？誰？こんなの書いたの。レイチェル、ボルテックスクラブのパーティーに行ったんだ。日付はいなくなった日の前日。あ、ってことは。間に入るつもりはないけど、私も来たんだし。そういうことやな。ボルテックスパーティーの後から消息不明になった。レイブのためならロスにまで行きそう。楽しそうだな。ミックスレイチェルソング。クロエ、私にも作っ本当の親友だったんだ。引っ越さなきゃこれが私だったかも。ピン。かわいそうに一人ぼっちにされたのね。おお、ダヤグ。これすごく怖いんだけど、うん、これすごく怖いんだけど。何？服？お、女性ものの服か。これはこれは使い道のありそうな瓶じゃないですか。あ、もう
こうか。あと2本、5本見つけるのも一苦労だよ。いいカメラ。安らかに眠ってね。洗濯機とか中にあるかもしれない。もしかしたらどれだけの服がこれで現れたんだろう。そしていきや詩人かな。ボトルハンターマックス、この秋公開。あと1本だ。案外あれ、竜巻の夢に出てきたのと同じ鹿。え、そのメール来た。ちょっと読んでおこう。 K、 ありがとう、後で。ボーレ、ごめん。通知、親切に警告してあるのもこれが最後。これしか。鹿の写真を撮るなら今。え、これ？これ石やな。あ、これか。映るんかな。ダイナミックチャレンジ。まあ、映らんやろ。切り株。静かで原始的な感じ。ビーン。ビーンあり、いやありそうやけど。あれ、布切れ。レトロなパンクティーだね。いや、なんか全然なさそうな気してた。この辺で焚き火をするスポットがあるはず。焚き火スポット。焚き火するスポットの周りでこうお酒を飲むんで、当然瓶を落ちてるってことな。こっちに行ってもしょうがない。いやー、行くべき場所はここじゃない。ちょ、瓶が足りひんねんか。いいよ。焚き火す、あ、上登っていく感じかな。全然ないんやけど。一本そこにあるよな。なんで私が瓶を集める役なの？納得いかない。私は射撃場を作るんだよ。しかし本当に謎の能力だよな。神様から授かったのかも。なんてね。むしろマックスが神になれる。やりたい放題だ。ダメだよ。どういう仕組みなのかもわからないし、すぐ使えなくなるかも。失敗したら巻き戻してやり直す。簡単だろ。出来事をリセットして時空をじゃんじゃん曲げまくり、ついでに歴史も変えてる。大したことないよ。人の命を救っといてよく言うよ。次は何してやろうか。この辺で焚き火をするスポットがあるはず。この辺、この辺、どの辺。こっちか。嫌がっ、日が出てるな。この先、違うな。これ別に焚き火じゃないのか。普通に、ただただ煙か。あ？割った瓶。
どこから行くの？しか。おお。普通にやばいや。大丈夫かな。さて、瓶をクロエ様に渡さなきゃ。まあ、なんか、よくわからへん。とりあえず瓶も拾ってるし大丈夫か。巻き戻して、あそこ俺の位置だけ移動してるから、最初なんか引っ掛けてカランカランってのが、リセットされてたんで、だから助かったって。どういった？あ、いけいけいけ。ご苦労さん。これを、これを、ここ、ここ、ここ、並べて。ポケ6本か。またもう1本。本当にやる気？一発も外さず全部の瓶に当てる。そこでマックスの羽変えるんちゃう？大丈夫かな？鉄とか。どこを狙う？まず撃つとこ見せてよ。ここどう？よし、どこを狙う？もうちょっと右。了解であります。すっげー、見たかよ今の。見たよ。やべ、上がる。よし、2本目だ。よし、どこを狙う？まずはそのまま撃ってみせて。戻して。よし、どこを狙う？もうちょっと上かな。よし、命中だ。見てろよ、姉さん。やばいな、これ。よし、次はトリックショットだ。どこに打とうか。マックス、どれを打つ？あの錆びたドラム缶に穴開けてみよう。よし、ドラム缶だな。吹っ飛ばしてやる。いい音。どういうこと？マックス、どれを打つ？商談するか。あそこの古いコンピューターのモニターはどうかな。よし、リブートさせてやれ。あ、そういうことか。どっかに当てて跳ね返ったやつに瓶を割らせるってこと。ホイールだな。え？オッケー。ちゃぶない。わあ。やっべ。才能あるね。最高に楽しい。満足した？まだまだ。もっとすごいのに挑戦しよう。それじゃあ、あの廃車を使ってみるのはどう？で、どれを打てばいいんだ？ガソリンタンク。ガソリンのタンクを打ったらどうなるかな？よし、ガソリンタンク爆破！あ、やば。それじゃあかんのか。瓶が無傷ってあかんのか。左のタイヤを打ってみて。了解、車輪よさらば。決まったな。マジ信じらんないよ。スーパーヒーローみたいだ。よし、今度はマックスの番な。ちょっと待って。また鼻血、大丈夫か？ちょっと
気分が悪いかも。マックス！びっくりしたよ。気分はどうだ？うん、平気だよ。ありがとう。ちょっと休めば大丈夫。刺激が強すぎた？そんなことないよ。正直楽しいかも。危険だし怖いけど、でも楽しい。治ったら言ってくれ。この力、体への負担が大きいな。元に戻ってよかったけど、とりあえずクロエと話そう。よし、今度こそマックスの番な。やっぱりやめとこうかな。何言いこぶってんだよ。まったくガキじゃあるまいし。大丈夫だって、私がついてるから。ほらやってみろ。いや、悪巧みの最中か。銀行でも襲う計画かな。失せろフランク。なあこいつは失礼。邪魔するつもりはなかったんだ。銃声が聞こえたもんだね。火遊びた微笑ましいガキの頃を思い出すぜ。一緒にすんじゃねえよ。同類だよ。お前も金に困ってる。俺からクソほど借金するぐらいな。あ、金は返す。みんなそう言うんだ。返すあてもねえくせによ。お前何隠したんだ。見せてみろ。そのブレスレット。うるせえ、ダチからのもらいもんだよ。てめえには関係ねえ。だが、それはレイチェルのだ。なんでてめえが持ってんだ。言っただろ、もらったんだよ。ふざけんな、盗んだんだろ。今すぐ返しやがれ。それ以上近づくと後悔するぜ。下がれ、切り刻まれてえか。やめて。やめないと撃つから。おいおい、やめとけよ。撃たない。どうしたんだ、撃ってみろよ。笑かすぜ。まったく飛んだ茶番だな。いい獲物だ。これで利子は帳消しにしてやるよ。よかったな。ダメだ。いいか、残りは金曜までに用意しろ。出なきゃもらったこの利子で取り立てるぜ。それじゃあ仲良くな。これはわかんな。ちょっと取り返さなあかんな。今後あの銃は使うかも。あ、使わんのかな。逆に取り上げられた方がいいかもしれない。どうしてくれんだよ。体が動かなくて。姉さんに襲われたらどうすんだ。クソ親父からもう一丁盗むのはさすがに無理だぞ。銃を人に向けたのなんて生まれて初めてだったから怖かったの。分かってる。正直私もこうなって内心ホッとしてるよ。銃なら他にもあるし。え、大丈夫なのこれ。行こう。すっかりしらけちまった。撃った方がよかったから。撃つか。まあフランクはもうしばらくは来ないよ。奴の狙いは金だ。私のせいでクロエの銃がフランクに取られた。撃つか。じゃあぶち抜くか。すまんがフランク。戻しすぎ。マックスの番な。もう帰った方が。もう時間なんか気にすることないだろ。ほら撃つ。あ、笑わせてくれる。そうか、6発。でも6発も撃ってない。あそこも初めに抜いたって。てめえは俺を殺そうとした。言っておくが、俺は根に持つタイプなんだ。え、もっと良くないパターンか。金は金曜までに用意しろ。今度こんな真似しやがったら、ただじゃ済まない。でも拳銃は取られてないからセーフか。弾は入れとけよ、クソガキが。
ごめん。銃取られへんかったからな。ありがとな。守ってくれた。守ったんか。守ったんか。行こう。すっかりしらけちまった。まあフランクはもうしばらくは来ないよ。奴の狙いは金だ。拳銃でし。あの人を撃ちそうになったせいで、クロエも私も危険な目に遭いそう。リッシュには取られへんかったな。クロエ次はどこに行くつもりなんだろう。ここ以外ならどこでもいい。どうなるね。どこ目指し、いや。まさかフランクに銃突きつけるとはな。もう思い出したくないよ。弾入ってなくてよかった。時間を巻き戻して銃をあいつのケツに突っ込んでやりゃよかったんだよ。ガツンと。やだよ。あ、気をつけて。マックスがいてよかった。ありがとう。でもクロエ、なんでフランクみたいな怪しい人と関わってるの？クロエらしくないよ。少し休もうか。別世界に来たみたいだろ。ずっとここにいたくなる。あ、これエピソード2の頭。秘密基地を作って閉じこもり、頭で見たやつか。フランクに見つかっちまったから新しい別荘は必要だな。少しは落ち着いたか。落ち着かないよ。すごく怖い。フランクに狙われたらどうするの？ごめんな。でもフランクはハッタリだけだ。奴は金と飼い犬のことしか頭にない。飼い犬。クロエ、分かってる？私、人を撃とうとしたんだよ。金、飼い犬。時を巻き戻せるからって、何してもいいわけじゃない。もう銃はたくさん。こんなの私からしたら日常茶飯事だ。奴への借金だって、鼻から返す気ないさ。え？ねえ、フランクとは一体どういう関係なの？そもそもあの人、何やってる人？フランク・バワーズは売人だ。クソ親父に見つかるとまずいもんの調達先だよ。昔つるんでた。つるむってまさかクロエ。何キモい想像してんだよ。だいたい向こうもそんな気ねえし、レイチェルと町を出たくて金を借りただけだ。そっか。でも奴がレイチェルのブレスレットを持ってた理由は絶対突き止める。だけど気をつけないと。やるならフランクにバレないように動きを探ろう。マックスとこんな話するなんて変な感じだよ。5年ぶりなのにさ、全然そんな気しない。レイチェルもいたらよかったな。レイチェルと私、友達になれるかな？相性抜群だよ。レイチェルもアーティスト肌でさ、センスがいいんだ。口が減らないとこもそっくり。きっと3人で親友になれるよ。そっか、そういう世界線も。クロエがそう言うならきっとなれるね。見てみたいな。大丈夫、もうすぐ会えるよ。線路ってなんか落ち着くんだ。なんでだろうな。ケルアックなら旅のロマンが感じられるからって答えるよ。野音に響く汽笛の音。さすが詩人だね。なりたいのは写真家だけど。もうなってる。あとは勇気を出すだけだ。完璧。あの音は電車が来る。まずい。なんかねえのかな。いた。あ、これか。これは使えそう。バールいける？
これか。1ミリも動かない。よし、鍵がかかってない。どうしたい。あ、ちょっと待って。あ、バール、バールか。何これ、バールでも全然動かない。足りひんのか、アイテムがなんかあるかな。オス、ドラムが何かに引っかかってる。何かに引っかかってる。これか。んで、これでドラムが動かせる。え、まさか。あぶねえ、あぶねえ。危なかった。また助かった。すげえ、マジで命の恩人だよ。大丈夫。ケツと足に木のトゲがぶっ刺さったよ。もうちょっと丁寧に助けろって。あの電車の進路も変えちまったし、シーラね。人気のない静かな穴場で朝を過ごした感想は？クロエと遊べて楽しかったけど、授業始まるまでに学校に戻らないと。命の恩人のためなら喜んで運転手をやらせてもらうよ。でもこの力いつまで持つかわからないよ。関係ないよ、私たちさえずっと一緒なら。はあ、いつまでもは続かへんよな。なんか歩道のそばに花壇を打ち込んだとか、遅刻せずに乗り上げたと思ったら気のせいか。大丈夫か。退屈じゃなかったか。もうさっきのことを忘れたの？なあ、やっぱマックスの力と昨日の雪は関係あるんじゃないか。きっと竜巻も。きっと何？雪が降ったら街が吹き飛ぶほど巨大な竜巻が来るの？まさか。何のんきなこと言ってんだ。マックスは私を2回も助けた。未来を変えたんだぞ。カオス理論知らないのか。全ては予測不能ってことでしょ。何が起きても不思議じゃないってことだ。カオス理論。マックスの場合は特に。なんで私がこんな小さな町のただのオタク少女だよ。まさにストレンジアトラクターだよ。この学校じゃそんなことも教えないのか。ストレンジアトラクター。竜巻に季節外れの雪にタイムリープ、滅亡へのカウントダウンだ。今のうちに遊びまくるしかないな。要は私に任せなってことですね、先生。最悪から最高の1週間になったな。最強コンビの復活だもん。ジェファソン先生の授業までちょっと時間あるから、うろうろしようかな。ボルテックスクラブ、あ、見つかったか、先生。あの、ああ、マックスか。また銃がどうこうとかいう話じゃないだろうね。いえ。いえ、何でもありません。君のことだからまた誰かを告発しに来たのかと思ったが、違うなら結構だ。頼りないな。あの。エリートってパーティーしないと生きていけないの？また姉さんが誰かに薬を飲ませるかも。ボルテックスクラブ、時間がいいくらいなんで。まあ、これセーブとかって
あ、デイビッド・シャルトか。あの、すみません。昨日のクロエの部屋での一件で聞きたいことがある。あれは本当にお前のだったのか？そうです。そうです。私のです。オレゴン州ではもうすぐ合法化される見込みですよね。学校内でも手に入るし、私を退学にする気ですか？さすがの俺もそこまではしない。昨日のことはすまなかった。頭に血が上ってしたことだ。だがクロエにとって悪影響であることに変わりはない。やっぱいいお父さんだから。元軍人なのにクロエが怖いんですか？あの子が心配だから言っているんだ。俺があれくらいの頃はもっとひどかった。クロエもここの生徒たちもそれに比べたらずっとマシだ。ケイト・マーシュも。ケイトは何か？ケイトが何か？大事な話の途中でお前が割り込んできた。彼女はまた別の問題だ。ケイトは悪いことしてません。いいか、これはケイトだけの問題じゃない。学校の生徒全員の安全に関わることだ。お前も含めてな。監視カメラで安全が守れるとは思えない。ならグラント先生の署名運動で行方不明の生徒が見つかるのか？レイチェルを見つけるのは警備主任のあなたの仕事じゃないんですか？それともレイチェルのことで何か隠してるとか？お前と口論するつもりはない。言い争いはもうたくさんだ。話は以上だ。これでいいのかな。違うパターンも見てみようか。あの、昨日の違います。違います。あれは友達のです。私を退学にする気ですか？さすが。マジか。元軍。あの子がケイトにひどいことしたくせに。大事な話。ケイトは、いいか、特に何もないな。監視官な、うん、レイチェル。お前とそんな悪い人ではないっぽいよな。科学の教室に。うん。出番号二つ。二人からメール来てる。時間あるし、ウォーレンに会いに実験室に行こうかな。しかた。これ。戻ってもいいのかな。ちょっとまあいいか。じゃあ次回くらいのね、今日この辺でありがとうございました。お疲れ様でした。これ、ここから続き、また次。で、チャプター終わったら終了みたいな感じにしよう。はい、じゃあ。